れが妥当だというのか。アラステア、こうなることは予想できなかった。ホワイトチャペルの任務は内密に進めろと言ったはずだ。ロンドン病院の一件では多くの死傷者や甚大な被害があったと私の元に報告されたが、今度はこれか。あの時伝えた通り、この件については全てこの私が責任を取るつもりだ。セバスチャン、承知しているが、私には大砲官のお怒りからお前を守る術がない。騎士団からもな。お父上は理解される。今憂慮すべきは爆発前に装置を見つけることだ。なお騎士団諸君、事態が悪化する前に船から引き上げねばならん。ルーカン卿が避難にご同行されることになっています。追跡を再開するぞ。総員の力が必要な事態ですぞ。まさか船に残るつもりではありますまい。できるだけ早く後を追います。イジ、誘導した後コックピットに向かえ。いやいや、一緒に行くわ。イジ、ラファイエットを見つけて脱出するんだ。でも、お前を無事に返すとアラステアに約束した。私のためにも頼む。武器がいる。近くに詰め所がある。彼らの武器が使えるだろう。反乱軍は2つ目の爆弾に誰かをよこすはずだ。反乱軍のリーダー、彼女と仲間は次の計画に移るため逃亡した。きっとあれが。そうだな、一旦戻ろう。私はここに、お前は武器庫に向かうんだ。連合の犬ども、一目散に逃げ出したか。腰抜けが。武器を取ったら進むぞ。小さな軍全体に行き渡るほどの数はあるぞ。連合会社の衛兵はおとなしい連中ではない。連合が独自の軍を持つ必要があるとは思えませんが。敵がいるかもしれない。気をつけろ。艦内に残っている人員に心配は無用です。我々は通常の戦たった一人殺すためだけに。近頃の奴らは手段を選ばない。確かにな。だがまだ腑に落ちない。今回はあまりにも過激すぎる。
敵を倒したぞ。いいぞ。止まるな。二つ目の装置を見つけろ。味方を撃つな。射線が取れない。突撃しろ。リロード中だ。倒したぞ。俺が援護する。倒したぞ。制圧した。目標を追い続けろ。そこから出たんだろう。いいぞグレイソン。取れるか。多分。危ない。今のはかなり危なかったな。まだ安心はできない。放っておけ。他に道があるはずだ。時間がない。一人で行け。私は別の道を探す。奴を見失うだ。爆発の被害が広がっている。あとどのくらいに支えられる。あまり長くは。この船は制御不能です。なのに逃げないの。あなたみたいに頑固なのね。公爵脱出しろ。場合によっては気絶させてでも救命ボートに引きずり込め。喜んで。ガルハット、撃つんじゃない。時間がありません。奴を止めなければ。私を信じろグレイソン。さあ言うことを聞いて降伏するんだ。お前たちには真の敵が見えていない。俺たちは敵じゃない。では証明しろ。騒ぎを止めるんだ。ダメだ。このままインド連合会社の好きにさせるわけにはいかない。安心しろ。我らが何とかする。もう遅い。セバスチャン、聞け。早まってはいけない。